よし、やった。あーと、まずね、重曹でアク抜きしました。これはマダケで、ごま油入れました。ごま油ね、途中からなっちゃったけど、こんな風に炒めて、でこっからもうまた手早く、はい、ニンニク、おろしニンニク、はい、ちょびっと、はい、でおろし生姜、あーで入れすぎた、ね、鷹の爪ちょびっと入れときましょう。パラパラパラーって。紹興酒でいいやん。紹興酒、紹興酒ちょびっと、うん、こんなにか、うん、まあウェイパーでもいいし、ガラスに入ってね、のもとこれ入れちゃいますよ。うん、こんなもんしかない。パッと、マーちゃんが言ってた中華炒めってこれのことか、メンマのことか。よし、で次次、みりん、みりん、うん、ふた回しぐらいかな。いい、で次、次醤油、うん、ちょびっとしてます。こんなもんか。で、ちょびっと塩、あー出てこないんだな。塩、あと胡椒、うん、はい、これあと少し炒めて終わりですね。まず一品目、あ、落ちた。美味しそうじゃない、タケノコ。いいと思う、美味しそう。まーちゃん、まーちゃん到着。まーちゃん到着です。ね、シャワー浴びてきたの？浴びてきてないよ、シャワー。ちょっと味見していい？うん、いいよ。口元だけ。美味しい？辛い。辛い？味濃すぎた？これ、一杯やるにはちょうどいいよ。あ、お酒ってこと？酒のつまみに？うーん。よし、こんな感じもうできちゃった。まーちゃん来てる間に。え、ね、鶏肉めっちゃいいの買ってきたよ、国産の。え？ああ、うん。まあ、切ってなくてもよかったんだけど。ポンポン。はい、まず1品目ね。1品目完成です。うん、完成。1品メンマできました。 YouTube 用だそうです。 YouTube 用メンマ、メンマ美味しそうじゃん。これそうさ、料理屋はプロだったからね。はい、で次に2品目。じゃあいただきます。1品目これさ、抱えて抱えて食べられちゃうとさ、うん、なくなっちゃうし。あ、そうね。俺食ってねえんだから、一かけらしく。こっち、ちゃんとよそって。鶏皿に。鶏皿によそって。全部このやりとり入ってる。マヨネーズいただきましょう。まーちゃん待ってるからね。まーちゃんです。まーちゃんです。どうか、うまい。逆すみーけ。誰がおるん？タジ。ジーマ。今日、昨日、タケノコ狩り行った人。え、じゃあこれをマヨネーズかけて食べればいい？うん、オッケー。マヨチュチュだね、マヨチュチュ。できればここ座ってこうやってやってもらえると。あ、オッケー。 YouTube の方コメントね。コメント、そんな、そんないいコメントできないよ。そんな、なんかうわー美味しいみたいなさ、そんなんできない。こっち寄りでやれって。こっち寄りでやれって。 YouTube 寄りでやれ。はい、それでは今から
タケノコ食べますみたいな感じでいい、うん、これは何でしょうか。マヨネーズにどっぷりつけてどっぷどっぷどっぷ。はい、じゃあいただきたいと思います。普通のマヨです。はい、これは、キューピーとかでもない普通のマヨネーズ。いただきます。キューピーでうん、はい、まあそうですね、タケノコの旨味がやっぱりマヨネーズシンプル単独で食べると、まあ、タケノコの味プラスそれがまろやかになってとてもジューシー、とてもジューシーです。ちゃんと食レポしてるよ、ねえ。舌もよく使ってはよくわかんない。2品目の題名は俺も、タジね、タジさんは何者？な、山男です。はい、山登って生活してる人。俺もスロットでマイナス2万から3万です。すごいじゃん、丸すごい。2品目のさ、ねえねえタジ、これの題名は何？2品目のさ、このさ、このマヨネーズのやつの題名。それ茹でただけで。茹でただけです。アク抜きしただけの。アク抜き済み、茹でたけのこ。アク、なんだっけ？アク抜き済みの茹でたけのこです。かっこ、マヨネーズ添え。もし、次は？マダケと、ホテイチク。あと、妄想だけがちょびっと入ってるんか。で、まず水。水、これでスイちゃん。こんなもんか。もうちょい。水入れて、次砂糖。次砂糖入れましょう。上白。混ぜる。すげえ山盛り。言葉がさ、はい、山盛りっつうかこんぐらいは入れないとさ、うん、お産みだからさ、うん、まあ大盛り3杯入れる。大盛り3杯、うん、はい、次酒。次酒入れちゃうでしょ。どう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 、よし。醤油、次醤油で、醤油も、はい、こんなもんでしょ。でこれでもう強火で一気にやっちゃおう。それでできるな、うん、で最後みりんと鰹節入れましょうね、うん、よし、じゃあ出来上がりまでちょっと一旦止めましょう、ね、お待ちください。あ、おいしい。うめ。今ちょっと味見したけど、そうなの。あ、そうなの、うん、食べたい。え、できたらいいや、うん、でもさ、お腹いっぱいで、タケノコでもお腹いっぱい。何？もう、うん、うん、それはそれはよかった。よし、いい感じに。で、少しこういう感じで、で煮汁なくなるまでこう煮切って、うん、でもうなくなってきたでしょ、うんうん、でこれ飛ばしちゃうのね、こうやって。あ、そういうことね。そうそうそう、煮汁をこれ配信すればよかった。 ここまでカラカラになったらもう止めちゃうでしょ。あ、今 YouTube つけてる。うん、あ、じゃあ静かにする。大丈夫だ。そう、出演してるんだから。で、火止めたら、カツオ入れちゃいましょう。花ガツオ。花カツオ入れちゃいましょう。ダバーっと。うん。もう二つ紙ぐらい入れて、で、あとこれもう絡めるだけ。こうやってまた、スパーンスパーンと。うわ、美味しそう。すげえいい香り。いい香り。
ろ。ああ、ショッケできた。お店出そう、お店。何？お店出そう。俺、うん、いや、いいでしょ、もう。もういいでしょ。でもさ、地元でやったらさ、バズりそうじゃない。何？バズるって何？え、売れそう、売れそう。店が？うん。そう。うん、食べ行こう。おーし、できた。ちょっと。よし、丼に開けちゃおう。すげえ。すげえ。いや、もうこれがうまいのよ。うん。何、もう腹いっぱい？お腹いっぱい。うん、あ、よかった。持ち帰る。前はさ、だから、いつもはさ、これ丼抱えて全部食っちゃうじゃん。年だから超恐ろしい。俺も備蓄がなくなっちゃうからね。まあいいかい。分かった。でも今日分かったでしょ、この何取ってくるクロとかカーンくん。なんか職場体験みたいだ。何職場体験みたいな。職業体験させられてる気分だった。そうだ。だけどこうやって出来上がりをさ食べるとやっぱり苦労してでも食い取りたくなるよね。よし、できた。土佐煮、土佐煮、たけのこ土佐煮、美味しいよ。はい、まーちゃんどうぞ。はい、うん、いやできた。あっちいな。頑張ったね。換気扇がね壊れたからね。ここで食べる。とうとう換気扇壊れました。はい、冷蔵庫も壊れ、あー、すべてのものが壊れ、うん、冷蔵庫も換気扇も壊れました。はい、では顔出すと映るよ。ここに顔出すと。こっち。そう。はい、じゃあいただきたいと思います。口だけ映って、口だけ映って、うん、熱いよね絶対。あ、熱くない？熱いさ。まあうめえ、半端じゃなくうめえよ。元板前が作ってかも。おいしい。どう？超うまい。超うまい、うん、超うまい。映った今。超おいしい、うん、もうね、このね、甘さと辛さが絶妙。辛さ？甘さとしょっぱさが絶妙。ちょうどいい。このかつお節もね、やっぱかつお節にその味が全部いくから、かつお節があるおかげで、いや、なんかそれちょっと違うわ。鰹節最高、いいアクセント。鰹節とタケノコがこうね、うん、絡み合って、うんうん、絡み合って最高のコンビネーション。いいですか。はい、うまっ。マジでうまい。マジで美味しい。天才です。 YouTube の皆さん、天才でもそれ流行りなの、天才っていうのは。いや、自分が言ってる。自分流の表現の仕方、うんうん、最高の時天才みたいな。あ、次もういいだろう、唐揚げ食べる、うん、やっちゃおう、うん、だから唐揚げはなんかあの、なんで2個買ったかって、なんかいとこもいるらしくて、うん、そう、ここ使わないかも。了解です。そう、だからじゃあエンディング、エンディング、うん、それを持ってこう無視で作ってエンディングしよう。あ、映ってる、映ってる。美味しいです、美味しいです、最高です、最高最高、うん、最高です、美味しかったです、ごちそうさまでした。今日これ全部持ち帰りたいと思います、お家に。何？はい。出たー。全部持ち帰って家で全部夜中まで食べたいと思います、ゲームしながら。あっちゃー、ゲームしながら、いい音もですね、いい音も。あっちゃー、はい、俺も備蓄が。備蓄あるよ、備蓄たち、ほら、備蓄。ああ、備蓄ある、うん。まあいいや。これがいい。うん、冷凍庫にいっぱいある。うん、美味しい。じゃあ、また今度、ね。バイバーイ。うん、早く腰直したいですけど、うん、まあいつになることか。ね、早く直して。はいはい。キノコ狩りも行こう。うん。ありがとうございました。それじゃあ、皆さんありがとうございました。バイバーイ。映ってる？ちゃんと。うん。どう？まーちゃん。唐揚げ。美味しい。カリッカリ。
やばいよ。めちゃくちゃカリカリで、ね、味もね、ちょうどいいしょっぱさ。ちゃんと味ついてる。なんか家で作る唐揚げってさ、味薄かったりするけど、うん、しっかりとね、味がついてる。うん、それはよかった。さすが、天才。天才。天才。ていうかさ、腰痛いよ、もう。もうやめよう。もうやめよう。